メンタルエッセスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤さん長のブログを紹介したいと思います。皆さんは自分の天命や使命について考えたことありますか？6月16日の斉藤さん長のブログではブログはラジオの紹介になってますけども、今回のラジオはその自分の天命や使命についてお話をしています。気になった方、よかったら聞いてみてください。斉藤幸男のブログは、斉藤幸男アメブロで検索してみてくださいね。よかったら LINE から感想を送ってください。それでは